タール・リップカ・タタール人、リップカ・タタールの国旗・リップカ・タタール人は、14世紀初頭に、リトアニア大公国に移住してきたタタールを起源とする、民族集団。タタール兵とのコゼリアイ、マクスイミリアン・ギエリムスキが、1867年、最初に移住してきたのは、シャーマニズム信仰を保持するために、ヒキリスト教徒のリトアニア人たちの下に避難してきた、亡命者であった。 14世紀末までにムスリムに改修していたタタール人の第二波がビータータス大公の招兵を受けてリトアニアに移ってきた。タタール人は当初ビリニュス、トラカイ、フロドナ、カウナスの周辺に住んでいたが後にはリトアニア大公国が参加したポーランドリトアニア共和国の各地に拡散していった。彼らが主に住み着いたのは現在のベラルーシ、リトアニア、ポーランドだった。 リトアニアに移住してきた当初から彼らはリップカ人として知られた。彼らはイスラーム信仰を維持していたにもかかわらず、その大部分がキリスト教国家であるポーランドリトアニア共和国に忠誠を誓い続けた。グルンバルトの戦い以後、リップカ・タタール人の景気兵連隊はリトアニアとポーランドの主要な軍事遠征には常に参加していた。 リップカタタール人はスンニ派のイスラームを信仰しており、その先祖は、チンギス・ハーンの築いたモンゴル帝国の継承国家であるオルダウルス、ジョチウルス、クリミア半国、火山ン国を構成していた人々だった。彼らははじめ貴族軍として奉仕していたが、後には工芸、馬、園芸を扱う職人としての技量を発揮し、都市民層に加わった。 彼らは長い間文化的な同化を拒み、伝統的な生活様式を維持した。彼らはイスラーム信仰を熱心に保っていたが、長い歴史の中で本来の母語だったトゥルク語を失い、その多くがポーランド語を話すようになった。リップカ・タタール人の少数集団は、現在もベラルーシ、リットアニア、ポーランド、ウクライナなどに住んでおり、アメリカ合衆国やカナダにもリップカ人のコミュニティが、 存在する。関連する民族は、ボルガタタール人、クリミアタタール人。ナポレオン軍に参加し、ポーランド・リトアニア共和国軍の赤と白の軍旗を掲げるリプカタタール人、騎兵リプカは、国リミアタタール語でリトアニアを指す語であった。タタール人の作家イス、トゥハンバラノフスキは、東方系の資料記録に登場している、リブカ、リプカと発音される言葉が、 小さな西洋語大事を意味するポーランド語のリップカと混同されたのではないかと推察している。これはあまり呼ばれることのないウプカというポーランド語系が19世紀末までにクリミアタタール語でリップカ人を指す語となっていたとこからも裏付けられる。クリミアタタール人の言うリップカタターラーはリトアニアのタタール人を意味し、その後ポーランドリトアニア共和国に住む タタール人たちの事象となっていった。ムスリムであることには違いないが、リプカタタール人の監修や宗教実践は600年以上のアイダベラルーシ、リトアニア、ポーランド、ウクライナに住んでいたために多くのキリスト教的要素を受け入れてきた。その一方で、モンゴル帝国に属する遊牧民だった時代の習慣と迷信をも残しており、重要な宗教上の祭儀に際して、 王子を犠牲としてほふるのもその一つである。長い間、リップカタタール人の中級、下級貴族はルテニア語、そして後には、その派生語の一つ、ベラルーシ語を母語とした。ただし、彼らは1930年代までベラルーシ語をアラビア文字で表記していた。リップカタタールの上級貴族はポーランド語を話した。クリミア半国とポーランドとの外交文書において、 ポーランド・リトアニア国家は、ポーランド人とリプカ人の国と呼ばれていた。17世紀までに、ポーランド・リトアニア共和国の公文書には、リプカ・タタールの名前が言及され始めた。現在は、ビリニュス市内に位置するルキシュケスにあった、タタール人のモスクと、墓地タタール人たちのリトアニアを呼び、ポーランドへの移住は、14世紀初頭から17世紀まで、断続的に続いた。 1917年のボリシェビキ革命の後も、タタール人の政治運動家、民族主義者たちがロシアから移住してきた。いくつかの推定によれば、1591年までに、ポーランド・リトアニア共和国には20万人のリップ家、タタール人が居住し、約400のモスクが築かれていた。1557年から1558年の間、メッカへの巡礼の途中で、 イスタンブールに滞在した一名のポーランド人ムスリムがリップカタタール人について記述しスレイマン大帝に捧げたリソレイ、イータタール、アイレイという書物を残している。この書物によればポーランドにはモスクを中心に置いた100のリップカタタール人居住地が存在していた。最も大規模なコミュニティはリダ、ナバフルダク、ユイエに存在していた。 リップカ・タタール人の居住地は、現在のベラルーシの首都ミンスクにも存在しており、タタールスカヤ・スラバだと呼ばれていた。1672年、リップカ人たちは、共和国に対する反乱を起こした。この事件は、リップカの反乱として記憶されている。反乱の直後に国王に選出された、ヤン三世ソビエスキが、タタール人兵士を非常に徴用したため、亡命して、 オスマン帝国軍に奉仕していたリップカ人の大半が帰国してソビエスキに忠誠を誓った。リップカ人たちは1699年のカルロビッツ条約まで続いたタイオスマン戦争に参加しヨーロッパにおけるイスラーム権の拡張を押しとどめてオスマン帝国の没落を決定づけた1683年の第二次委員法院にも立ち会った。 18世紀後半から19世紀前半を通じて、立派な人たちは大幅にポーランド化が進んだ。特に上流、中流階級はイスラーム信仰を保ちつつ、ポーランドの言語と文化を取り入れ、一方で仮想階級はベラルーシ化していった。同時に彼らは15世紀に自分たちの先祖の移住を代々的に奨励、支援していた。 リトアニアのビータウタス大公を英雄として深刻化し、彼を異教の地におけるイスラームの擁護者と呼んで、彼にまつわる多くの伝説、祈りの言葉、民間伝承を生み出した。リトアニアにおけるタタール人とカライム人の到来600周年を記念して、発行されたリタスカの記念コインボホニキにあるタタール人の共同墓地ポーランドのボホニキ村にある、 タタールモスクリトアニアのネメージスにあるタタールモスク現在1万人から1万5千人のリップカ人がポーランドリトアニア共和国の丘陵に住んでおり要望はほぼ高カソイドである現在のポーランドに住んでいるリップカ人の家族たちの大半はその家系を初期のポーランドリトアニア共和国のタタール貴族に遡ることができるかつてリップカタタール人はポーランド北東部 ベラルーシ、リトアニア、ラトビア南東部、ウクライナに住み着いていた。彼らの大部分は現在、ベラルーシ、リトアニア、ポーランドに住んでいる。リップカタタールの大部分は、ポーランド・リトアニア共和国の貴族階級と、同化してしまい、一方で、下級貴族たちは、ベラルーシ、ポーランド、リトアニア、ウクライナの都市民や農民と同化した。 多くのポーランドタタール人が20世紀初頭にアメリカ合衆国に移住し、その大半が北東部諸州に住み着いた。ニューヨークにも小さいが活動的なコミュニティが存在している。同市にある組織、ポーランド系タタール人イスラームセンターは最近までブルックリンにモスクを設置していた。第二次大戦後にソビエト連邦がポーランド東部地域を併合すると、ポーランドにおける タタール人集落は、ボホニキと、クルシニャヌイを残すのみとなった。ソ連に併合された地域の3000人を数える、タタール人の大多数はポーランドに送還され、グダニスク、ビャウィストク、ワルシャは、ゴジュフビエルコポルスキのような都市に集まって、住むようになった。ゴジュフビエルコポルスキ近郊に築かれた、タタール人家族の最低重地域は、タタール人の丘と呼ばれるようになった。 1925年にはイスラーム宗教教会がポーランドのビャウィストクに設立された。1992年には別のリプカ人組織、ポーランド共和国タタール人機構が創設され、ビャウィストクとグダニスクに支部を置いて活動している。ポーランドでは1630年にはタタール人人口が10万を数えたが、2002年の 国勢調査では自分を民族的タタール人と認識している人はわずか447人しかいなかった。大半が歴史を通じてポーランド人に同化してしまったものであるが、ビアウィストク近郊のタタール人の地方では現在もモスクがあり、イマームもいる。クルシニャーニ村のヤヌーシュアレクサンドロビチュはイマームであるが宗教活動だけでは生活できないので平日は銀行員として サラリーマン生活をしている。現地では、リップカタタール人の伝統料理を提供するレストランがあり、商売を通じて、リップカタタール伝統文化の紹介と維持に一役買っている。ここの人々は、伝統的に豚肉も食べればお酒も飲む。この地方一帯は、宗教三日の土地とも呼ばれる。イスラム教、ユダヤ教、キリスト教の3つの宗教が混在するため、 それぞれの暗食日である金曜日、土曜日、日曜日の3日がすべてこの一体の事実上の休日になり、皆休んでしまうことから、ありがとうございます。